どうもお久しぶりです。平川町1丁目の龍之介です。まあ、ちょっと、まあ、コロナの中で全然ライブできてなくて、で、まあ、最近もちょっと僕も長次郎もですね、それぞれ仕事の方が、まあ、忙しくて、なかなかね、タイミング合わせてライブするっていう機会が作れない状況なんですけど、まあ、長次郎もソロでライブやったりとかしていて、で、僕も最近すごく曲作りですね、かなり新曲もできていて、で、ちょっと今日はですね、その新曲ですね、皆さんに、聴いてもらいたいと思います。まずじゃあその曲聴いてください。ちょっと風強いんでね、で、いっぱい子供たちもいるんで、はい、あれですけど、まあ、聞きづらいかもしれないけど聴いてください。君を捨てないで。今日がまた過ぎ去って、疲れ果てた波を立てず無事に済んだな。明日もそうやってやり過ごせば、いつかはちょっと報われるかな。わからなくなってた。ごまかし続けてたら余計にもっと苦しくなった。君を捨てないで、もう一度その手を伸ばして、間違いない君を捨てないででした。さて、まあ、最近長次郎もすごくソロ
ライブとか、あの精力的にやっていて、僕もちょっとまあ負けずにソロライブちょっとやろうと、はい、思いまして、で、7月の上旬にですね、石神公園のクラクラという場所でやります。またちょっと詳細は、あの平川内の、公式ツイッターの方でお知らせしますので、ちょっとそちらですね、はい、まあ、かなりちょっと小さい規模でやるので、まあ、来れる方ですね、ぜひとも来ていただきたいなと思います。新曲も他にもやりますので、ね、そちら楽しみにしていてください。まあちょっと今日はですね、そういうことで、まあ近況報告も含めてこういう動画撮りましたけど、まあたまにはですね、こう、まあ、あの新曲また皆さんに聴いてもらいたいなと。